ボクシングにおけるパンチの一例。パンチング、またはパンチは、拳を握って対象物を殴打することである。主に格闘技、武術の技として使用される。その場合、拳、拳技、拳術、ブロー、フィスト、ナックルとも呼ばれる。手の指を握り、拳にした状態で腕を前方に突き出したり、 上下左右のいずれかの方向から振り回したりして、拳を相手の体にぶつけることによって、オーダーによるダメージを与える技。格闘技において、打撃技に区分されて、その中のオーダー技に分類される。手技には腕を前方に出す、突き技と腕を振り回すようにして繰り出す、打ち技があるが、パンチは両方の繰り出し方がある。手刀打ちや抜き手などの拳を握らない。 大ダギはオープンブローと呼ばれ、パンチとは区別される。頭部やかみなどの急所を狙えば、子や致命傷などの大ダメージを与えることも可能であるが、当て方、当てる位置、タイミングなどにより、自らの手を負傷させてしまうリスクもある。パンチは、多くの格闘技と武術に取り入れられており、様々な名称で使用されている。また、パンチの打ち方も多く存在し、 派生技も多い。ボクシングにおけるフック。パンチのみで格闘する種目であるボクシングにおいては、様々な種類のパンチが使用される。主に、直線的な動きを伴うストレート系と、曲線的な動きを伴うフックアッパー系に、対別されるが、同じ種類のパンチでも、力の入れ方や、体重の動かし方、または、フォームやスピードが変わることによって、 全く異なった性質を持つことがある。代表的な例が、ジャブとストレートである。また、ボクシングにおけるパンチは、連続攻撃を意識して、体勢を崩さないこと、攻撃と同時にガードをすること、体重を拳に集中させること、標的に、拳のエネルギーを伝え切ること等を意識したフォームになっており、合理的な動きでパンチを形作るという傾向が強い。 パンチの種類として、腰の回転を使わず腕の瞬発力を持って放つ、ものはジャブである。重心の移動や体の回転を伴い、主に利き腕をまっすぐに突き抜くものはストレートである。これらのパンチは、その軌道から、ストレート系と呼ばれる。また、ジャブに続けて、ストレートを放つものを、ワンツーパンチ、または単に、ワンツーと呼び、 最も基本的かつ効果的なコンビネーションとして知られる。横から水平にこの節を当てるものはフックである。またフックより大きく、こを描くパンチをスイング。下から突き上げるように放つものはアッパーカット、または単にアッパーと呼ばれる。アッパーとフックの中間で打たれるパンチに、ジャック・デンプシーが得意技としていた、ショベルフック、ドノバン・ラドックが、 得意技としていたスマッシュがある。これらのパンチは、その軌道から、フックアッパー系と呼ばれ、特に左フックは、右ストレートと並び、孤立の高い強打である。相手の頭部ではなく、腹部を狙うものを、ボディブローと呼び、ボディストレート、ボディフック、ボディアッパーなどに分類される。また、ボディブローは、ハードパンチャーであれば、ダウンを奪うことも可能であるが、通常は、 相手の動きを止めたり、スタミナを奪ったり、ガードを下げさせて、顔面の防御を崩す戦法として使われることが多い。ボディブローのうち、相手の溝落ちを狙うものを、ストマックブロー、相手の肝臓付近を狙うものを、レバーブローと呼ぶ。薪らに突きを打ち込む船越義沈。武道、武術においても使用される。プロレスリングや、総合格闘技でも使用される場合がある。 プロレスにおいては、独創的な派生技が多く存在する。プロレス独自のものが多く、他の格闘技で、ほとんど使用されない。ただ一部の技は総合格闘技などで使用される。基本的にプロレスでは、国、団体に関わらず、グローブをつけていても拳の部分でのオーダーは、反則とされている。しかし、プロレスではレフェリーが5カウント数えるまでに、技の使用をやめれば、 反則とはならないので、事実上は、使用を認めている。ただし、大半のレスラーは、プロレスの暗黙の了解に従い、本気で相手を殴りつけ致命傷を与えることはない。日本以上に、大半の選手が試合中パンチを使用するアメリカでは、パンチの打ち方を見れば、そのレスラーの技量がわかるとも言われており、1、致命傷を与えず、ダメージのみを与えるに 自分の拳を割らない3、相手に怪我を負わせないなどが見極めるポイントとされている。プロレスにおけるパンチ。サッカーにおいてはゴールキーパーが両手、または片手の拳でボールを引くことを指す。さらには、押し置きや戒めのためにも使用されたりする。船舶工学においては、波が船にぶつかり船全体が大きく揺れることを指す。ありがとうございます。